はい、これがですね、うち今私の持ってる日本ミツバチの中で一番最後にね、あの入居した群で、自然入居、この場所に自然に入りましたね。でちょっとここ西日が強い場所なんで、あの最初置いてた時より少しこう内側に入れたのと、あとこの、 あの日よけ、入居してすぐ設置しました。多分だいぶ涼しくはなったと思うんだけど、今日なんかまだね暑いんで、旋風してる蜂がいますね。結構暑いんだと思う。ここは実は私はあの待ち箱に巣落ち防止棒を入れない主義なんですけど、あの去年それで入居した分の巣が思いっきり落ちちゃったことがあったんで、あの今年はね、入居して8月3日に入居なんです、この群はね。8月3日入居したすぐ後に、後から巣落ち防止棒を入れたの。巣落ち防止棒を入れた群です。で、まあそのまんま飼ってる状態。あの春にね、入居したやつはだいたい1週間ぐらいで巣枠式巣箱に入れ替えてくれるんですけど、ちょっと去年はね、ほんと8月にあのなんか逃げたりまた入ったりを、ね、すごい繰り返しちゃったことがあったんですよね。去年そのまんまにしたやつがちょっとね、巣落ちということになっちゃったのでね、今回は巣落ち防止棒をすぐ入れたのと、まあ、日よけをすぐ設置した。でも去年もね、巣落ちした分日よけはすぐ作ったんですよね。だけどね、ある時見たらね、地面につくようなぐらいに巣が落ちてて、あの横倒しにはなってなかったんで、そのまま越冬させちゃって、無事越冬はできたんだけど、越冬系であの巣枠に入れ替えたんですけど、その時にはちゃんと女王がいたんだけど、すぐに女王が消えてしまい、消滅方向へ行っちゃったみたいなね、うん、暑いんですね、きっとまだね、風を送ってますね。この風の送り方見てるのも面白い。気流みたいなのを作ってるんですよ、適切な風の向き。そのためちゃんと自分の配置をこう決めて、気流を作って空調してるみたいな。面白いよね。